日本看取り士会看取り士柴田久美子と申します。日本看取り士会は私が10年前上野千鶴子先生との出会いによって創設いたしました。上野千鶴子先生は私にこうおっしゃいました。あなたは2025年問題を知っていますか？75歳が4人に1人となり、2030年には47万人の死に場所難民が出るというこの大きな問題、日本が直面したことのない大問題が2025年には訪れる。あなたは今まで構築したものを看取り学として学問として伝え、広くこの国のために尽くしなさい、そうおっしゃったのが10年前です。私たち日本看取り士会は近い将来この国に訪れる多死社会に向けて、死に対して今までとは異なるプラスの死生観を持ちながら看取り学講座を、そして看取りを支えるスペシャリスト看取り士の養成を行っております。現在私どもの活動を支えてくださる看取り士のお一人に、船井総研の船井勝人先生がいらっしゃいます。船井幸男先生の旅立ちの時、私は勝人先生にレクチャーをいたしました。そして後日この本の出版が行われました。もう一方、経済産業省藤和彦先生です。藤先生はお父様の旅立ちの後、その臨終後でも温かいお体に触れて、私どもの活動を応援してくださるようになりました。そして私どもの活動を仕事として日本の社会に提案することを教えていただき、この著書に母性資本主義の進めとしてその旨を書き上げてくださいました。もう一方最後に紹介させていただきます。私が制作しました映画看取り士、この著書は原案となりますが、この映画の中で主演を務めてくださいました榎木孝明氏もまた看取り士の一人でございます。看取り学初級の最も大きなポイントはプラスの死生観です。死が怖いと捉えるのではなく、尊いと捉えるための死生観です。私たちは両親から3つのものをいただいてこの世に生まれてきました。見える体です。そして良い心、そして魂です。日々魂にエネルギーを蓄えながら私たちは最後の時を迎えます。体が見えなくなった時、良い心と魂に積み重なれた莫大なエネルギー、それはどこに行くのでしょうか。それを
小学6年の男の子が子や孫だとこう言いました。そして瀬戸内寂聴さんはこう表現なさいました。そのエネルギーは傍らにいる人に手渡される。そしてその量は25メートルプール529杯分もの水を瞬時に沸騰させるほどのエネルギーがあると。ですがそれを今受け取っていない、こうおっしゃられていました。このことを深めて皆様に初級講座ではお伝え申し上げます。そして看取りの場面における3つの心構え、役に立つ4つの力、死を前にした時の4つの苦しみ、幸せな最期を迎えるための3つの条件、具体的な行動や事象を実例を交えながらご紹介申し上げます。続きまして看取り学中級講座についてご案内を申し上げます。旅立ちの現場を取り巻く医療や介護保険等の諸制度の紹介、そして旅立たれるご本人、ご家族、そして周囲に向けてのアプローチ方法をお伝えいたします。実践的、現実的に旅立ちをプラスの変えるためにどうすればいいのか、寄り添う方、ご家族、専門職、看取り士の立場に立ってお伝えいたします。看取り学中級の中でも現場に出た時どのようなアプローチをすればよいのか、それが細かく書かれております。現場で使える傾聴、反復、沈黙、そして触れ合い、この具体的な方法も書かれております。看取り学上級講座についてご案内申し上げます。看取り士の仕事はここに書かれていますように3つございます。相談業務、そして臨終の立ち会い、看取りの作法の伝授です。今までなかったお仕事です。看取り士が実際に現場で行う看取りの作法についても画像、動画を使って細かく説明をさせていただきます。すべての人が満足度の高い看取りを実現するための講座です。私たち看取り士の夢はすべての人が最後愛されていると感じて旅立てる社会を作ることです。すべての人が愛されていると感じる看取り、それをこの上級講座を通して学んでいただきます。受講後看取り士養成講座修了証を発行させていただきます。皆様の看取り学受講を心からお待ち申し上げています。看取り士養成講座
看取り学初級、中級、上級をご受講いただきました皆様には、全国にあります看取りステーションにご登録いただき、ご一緒に活動していただくことが可能です。またこのご受講いただきました看取り学を広く多くの皆様にお伝えいただく看取り学の講師としてご活躍いただくことも可能です。皆様と一緒に私たちの活動が日本中に広がり、安心して暮らし、安心して旅立てる社会を作っていきたい、そう願っております。どうぞよろしくお願いいたします。長時間ご覧いただきありがとうございました。